一週間高等専修学校へようこそ。天井放課です。高等専修学校は国語や数学などの一般教科の授業が少ないのが特徴です。経理情報科ではパソコンや簿記、電卓などの専門科目の授業が多く、選択によりイラスト漫画やパティシエ、声優などコースに分かれて学ぶことができます。立週間高等専修学校の福祉科です。福祉科では介護や保育などを学びます。卒業と同時に介護職員初任者研修を取得でき、卒業後は施設への就職や介護福祉士を目指して進学する生徒が多いです。でこうやって広げた時、高等科ファッション専攻です。ファッションアパレル業界で自分の才能を試してみたい人は高等科です。2年からファッション、美容ヘアメイク、コスプレ、各コースに分かれます。要塞技能士検定などを取得することができます。去年は文化祭用にお揃いのベストを作りました。カートアカ着物専攻です。着物縫うの楽しいです。ねー、着物専攻では和裁や着付けを学びます。授業で和裁師や着付けなど国家試験の勉強ができ、皆それぞれの目標を持って頑張っています。中学校はなかなか行けてなかった。自分が好きなことを学べるから、いいなと思って入学しました。あ、そうで、好きなことができてますか？できてます。何が楽しいですか？まあ、着物縫うことはもちろんですけど、やっぱり洗濯授業で、洗濯コースでヘアメイクを習うのことがとても楽しいです。今頑張っているのは検定に向けての着付けの練習を頑張っています。あ、着付けですね、楽しいですか？楽しいです自分は中学は学校行けてなかったんですけど、今こうやって学校に出てるし、すごい授業も楽しいので、ぜひ入学してほしいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。立週間高等専修学校 e スポーツ部です。今から学校の新たな取り組みとして、昨年度の終わりに e スポーツ部を設立しました。部員は3年生5名、1年生7名の計12人で活動しています。高校生を対象とした e スポーツの大会にも出場しており、現在は全国都道府県対抗 e スポーツ選手権2020鹿児島出場に向けて頑張って練習をしています。はい、部活を作ったきっかけは、僕が昨年ウィーニングイレブンの国体に出るために練習していて、それで学校がそれを知ったので、じゃあ部を作って応援するっていう形になったので、それで作ってもらいました。はい、1年生とかも入ってきてくれて、和気あいあいとしてるのが楽しいです。みんなで助け合ってこう強くしていって、大会に出ても通用するようなレベルまで持っていきたいと思います。この学校は個人個人の思いとかを尊重してくれるいい学校なので、ぜひ入学してみてください。片山中学校出身、経理情報科3年の中村飛鳥です。4月からは就職が決まっていて、造船業の事務職で働きます。全然こうなるとは思ってなかった。フリーターでやっていくんかなとか思いよったけ、高校入ってね、で不登校も治ると思わんしね。1年の時は本当ね、中学の感じで休んだりもしよったけど、2年になってちゃんとね、だいぶ回復してバッチリ来るようになって、ここの先生さ、こんでもさ、あんま怒らんやん。来なさいとか言わんけさ、なんか来なさいって言われんやったら、アスカとか負けず嫌いやけ、もう何も言われんやったら、あ、なんかもう行っちゃろうって、で行ったら褒めてもらえるけ、でも行かんでも何も言わんけ、あ、もうそれやったら褒められようみたいな感じで、そう来る気になって、もう当たり前にやらんといけることがきつくて、やっぱもう怒られてもやりたくないって感じだけど、全然怒られるし、やりたいことできるし、一番自分にとっていい形に落ち着いた。